国防と外交、政権を預かった時には安定的に政権運営に携わらなければならないと思っており、特に外交や安全保障政策で見直したいところは多々あるんですが、それがあまりにも急進的で急激で不安定なものであってはならないだろうという思いも持っております。戦争は嫌だっていう話なんですけど、なんでセキュリティクリアランス法案と、あと自衛隊をと日本の自衛隊と米軍を一緒にするで、でそれが米軍の指揮下にも置くよっていうのに、なんで立憲民主党は賛成したんですか、賛成してないんですか。ツイッターを見ていて嘘やろって、この間選挙で勝ってよっしゃ思ってたのに、そんなはずないやろと、もう時間ないやんって、そんな代表選挙とか言うとる場合ではないよっていう危機感しかなくて、わからないんです。おばあさんを信じたいけど、わからない。ありがとうございます。大事なご指摘でした。お二方から平和の問題、戦争の問題をご発言いただき、私はかつて高松町の方でも申し上げましたが、政治家に、いろんな仕事があります。経済から雇用から社会保障から子育てから教育からいろいろあります。いろいろありますが、たった一つ絞れと、政治家の仕事をたった一つに絞るなら、それはもう1にも2にも戦争しないこと、もうこれに最後行き着くと。ですから戦争に走らないためにも、経済は一定豊かにとか、社会保障で社会を安定させとか、あるいは外交政策に心を砕きとか、あるいは最低限ですけれども国防装備をきちんと備えとか、という順番で物事を考えるべきだと私はそう思っております。その点、米軍の指揮下に自衛隊を入れることに賛成したかどうか、ちょっと私はそういう認識がなかったので、それはちょっと確認させてください。合わせてセキュリティクリアランス法という今回の国会で議論された法案で、これは相当やはり躊躇といいますか、悩ましいところです。それから先の国会で行われたいわゆる経済安全保障法案と言われるもの、この賛否も非常に悩ましかったです。だから関連で言えば、今戦闘機開発をイギリス、イタリアと共同で行っており、この政府間協議体を設置するための条約に賛成するかどうかも非常に悩ましい党内論議がございました。で、結果としてこの経済安全保障法案、そしてセキュリティクリアランス法案、経済安全保障法案というのは安全保障に関わるような 物品とかの輸出は単純に自由ではなくて、審査を受けたり許可を受けたりする必要があるという法案であり、今般の セキュリティクリアランス法案というのは、今政府機関の職員は特定秘密保護法によって機密事項を漏らしてはならないという制限がかかっていますが、同様に民間企業で例えば軍需産業とか、少なからずあります、三菱重工をはじめとして、そういうところでお勤めの機密情報に関わる方については、行ってこの方がどういう方であるのかということを確認する必要があるという法案なわけですね。それからイタリアやイギリスとの戦闘機の共同開発については、これをやらないとなかなかもう日本単体では作れなくなっていて、先ほどの国産旅客機の話もありましたが、ということで、いずれも懸念点、それこそさっきの話で言えば国家主義で国家の都合に国民の自由や人権、息苦しさのない社会がどんどん脅かされていってんじゃないかという懸念を表明し、必要な決議案や時には修正案を取りながらなんですが、しかし全体としてはこれらに悩ましいながらも賛成してきたという経緯があります。このことはですね、やはり政治的立ち位置、
それから政治的感性、感覚、価値観によってはけしからんというお声やご意見をいただいて当然だと思います。端的に言えば共産党さんなんかがこれに賛成するはずがありませんから、絶対に反対される法案、類の法案だと思います。でしかしそこがもう立憲の悩ましいところで、今のご批判とかお叱りとか懸念、ご懸念の声をもう十分受け止めた上で、なんですが、それこそ私どもは政権を預かった時には安定的に政権運営に携わらなければならないと思っており、特に外交や安全保障政策で見直したいところは多々あるんですが、それがあまりにも急進的で急激で不安定なものであってはならないだろうという思いも持っております。したがって政策もあるいは政治的主張も全てそうなんですが、この主張には全く理がないとか、この主張は 100% 間違ってるとかいうことならことはたやすいんです。しかしこの主張は非常に懸念点もあるが一理あるようなとか、この主張は全部正しいとは言えないが確かに言うことも一部は分かるなとかいうことがほとんどである、そういう中でこの反対意見や懸念すべきことを、十分預かりながら受け止めながらなんですが、必要な軌道修正を施しつつも全体としては飲み込んでいかないかということが、ただこの立憲が置かれている立ち位置、ちょうど真ん中の立ち位置ですね、こういうことに悩む人は自民党にはほとんどいないと思います。こういうことに賛成する人は共産党にはほとんどいないと思う、というか全くいないと思います。まさに私たちが預かっているこの真ん中の立ち位置というのは、賛成する、あえて右左で言えばやや右寄りの人もいれば、非常に懸念をするやや左寄りの人もいれば、そういう方々を全部預かっていかなきゃいけない立場です。ですから本当にあえて申し上げれば、全部反対するというわけにはいきません。とはいえ自民党が感じている感度とかとは比較にならない感度で、この物事に対する懸念のお声や心配のお声や不安のお声はきちっと預かっているつもりですので、そここそが自民党と大きく違うところだと。しかし共産党さんたちほどすっきりはできないんだということは、もうこれは正直に申し上げなきゃいけないので、今のお声も十分お預かりしつつなんですが、本当のところを申し上げたいと思っております。小川陣営です。本当に僭越なんですが、党員サポーターの皆様を募集しております。代表選挙の投票権もございます。本当に党勢厳しい折ですが、一緒に日本のために立憲を立て直そう、ご参加心待ちにしております。厚かましいお願いですいません。よろしくお願いします。